アブさんのところにこの二人がおるで、なんかちょっと興味あるな、ここ。あ、別にアブさんと一緒におるわけじゃないんじゃ。あれはつぶさくんだ。なぜかあたりをキョロキョロしている。一体どうしたんだろう。さっきから誰かにつけられてる気がするんだけど。あ、そういうことかい。あ、サナエさんがおった、そういうことだった。気のせいかな。そういうことはお前だろ。あそこにいるのはサナエさん。わあ、なんで君がそんなところに隠れて何してるの。別に何でもないわよ。分かってますよ、サナエさん。まだストーカー続けてるんですね。本当に？しつこいわね。何でもないって言ってるでしょ。早くどこかに行かないと、呪うわよ。呪う？この人やばい。早くどこかに行こう。はーい。あの誰かよくわからんやつがここにおるんよな。話、このストーリーには関係ないんやけど。ここにもいない。ん？あの人は一体。あ、ねえねえ、そこの君。俺ですか？そうそう、君だよ。君、海進学園の生徒だよね。は、はい。どうしたんだろう。ちょっと聞きたいんだけど、この辺りでリーゼントヘアーの男の子見なかった？そんなやつおるったかな。いや、見てないですけど。そっか、ありがとう。ったく、あいつどこに行ったのよ。ごめんね、いきなり話しかけて。じゃあ。このストーリーには出てこんけど、第3章、第4章あたりで出てくる人かな。なんだ、興味あるようなやつが出てきたけど。リーゼントね。まあいいや。あ、間違えた。そしたらどうする？あ、先生とか話聞いてみようかな。あれ？誰がおる？誰君？先生！もしかして、意外とモテモテなんすか？バレンタインでもないのにチョコもらってたりするんすか？いいっすね。ねえ、マサーシー！マサーシー！マサーシー！もう、彼氏の絵の呼び彼氏の呼び方やん、これ。マサーシーってさ、ぶっちゃけ彼女とかいるの？わあ、これ絶対、気のある男性しか言わんだろ、こんな。あ、なんだ、突然。いねえよ、そんなの。やっぱりか。マサーシーってもったいないよね。よく見るとかっこいいのに、性格がだらしないからかな。大きなお世話だ。でも早く彼女を見つけないと。マサーシーも若くないでしょ。なんで女子高生に心配されなきゃいけんのだ。ああ、めんどくせえな。ほら、冷蔵庫から俺のお菓子を持っていていいから、もう帰れ。え、いいの？やったー、ありがとう。お前らそれ目当てか、もしかして。お菓子目当てだったんか、お前ら。マサーシー優しい。マサシ優しいやん。マサシ優しい。優しいマサシ。宮本マサシ。なんか1000キロポスターでありそうなキャッチフレーズやな。はいはい。へえ、先生って意外にも生徒から人気があるんだな。ち、羨ましいぜ。どうしようかな。くそ。ヒント見ちまえ。どこから持ち出されたんだろうか。倉庫とかやな。や、そう考えたら。え、ここ？あんな十字架こんなところあるかって話。それはないだろう。それはないわ。こっち。いや、だからってこんなところにあるかって言われたら。演劇部がなんかそういう演劇するかな。演劇部があるかは知らんけどな。あー、なんかここありそう。
ここの十字架置いてそう。わあ、なんかあるんじゃん。適当にクリックしよったら何か出てくるんじゃん。なこれ、解放現金と書かれた金庫が置かれている。うん、書けないか。あ、これちょっと待って、おい、このロープ、おい、なんかすごいさりげなーか、おい、かけてあるけど、あれ、ダンボールから出ているこのロープって、あ、ねえ、これウサギさんを縛ってたロープと同じじゃない？はい、どうですね、この特徴的な色、間違いありません。よかった、サナエちゃん。サナエちゃんのマフラーとはバター別のもんだったわ。演劇部の部室って初めて来たけど、いろんな舞台セットが置いてあるんだな。演劇部か、ここ。あれ、ってことはさ、演劇部に簡単に立ち入りできる人じゃないと、このここから持ち出せんのじゃないかな。演劇部の人って誰かおるんかな、女の子の友達4人の中で。ん？もしかしてあの十字架も演劇の舞台セットだったんじゃないかな。あり得るわ。なんか演劇の中でもさ、なんかすごいホラーチックなもんばっか置いてあるもんな。偏っとるな、なんか演目がさ。なるほど、そう言われるとそうですね。じゃあカナさんの幽霊はここから犯行の道具を調達したってことかな。そうなるな。はい、この部屋のものが使われている以上、事件の前、犯人は確実にこの部屋に来ていたことになりますね。となると、ここに簡単に出入りできるっていう演劇部やな。演劇部があの4人の中におるかどうかっていうのがちょっと気になってくるな。話聞けるんじゃないかな、そろそろ。話聞かんだったら、でも他になんかあるかな。適当にクリックしたらなんか出てくるパターンのやつか。ああ、進展するかな、話しかけたら。なあ、ルイちゃん、犯人が演劇部の道具を使ったってことは、何か他にも手がかりがあるかもしれないよね。うん、探してみよう。わかった。ジロ、シロ、犯人は演劇部の物質から道具を使ったんですね。これは何か怪しい匂いがします。もう少し部屋の中をよく調べてみましょう。ん？うん、気づけ。さすが演劇部、いろんな演劇のポスターが貼ってあるな。そうだね、あんまり演劇とか興味なかったけど、一度見てみるのもありかも。で、悪い、調査に集中しないとな。ん？うん、なんかあるんかな、他に。ポスター、仮面だらけの大運動会。オペラっぽいな、なんか。あんまり面白くなさそうだな。え、そんな言ってあげんて。なんかポスター一枚一枚見えるんか、これもしかして。男はカズキンの逆襲。なんかテーマちょっと近いな、これ。今の状況に、赤ずきんなのに男、なんか伏線のように聞こえてきて、なんだろうな。なんで他のポスターは見えんの。赤ずきんは見えたのに、なんで他のポスターは見えんの。怪しいですね。あれ、でもなんか適当にクリックしても何も出てこんな。こんな探し方ありかよってなるだろうけどね。あれ、出てこんな。あ、まだ分からないか。あ、出てきた。なこれ、白雪姫 VS シンデレラ。なんかそれ、貞子 VS なんとかってあったよね、これ。貞子となんか戦いよったよな。リングの、貞子と、何やったっけ、リングに出てくる、何やねん、もういいよ、もう。そういうのちょっと、外国版みたいな感じなんじゃ。白雪姫とシンデレラ。興味出るか、お前。戦わせるようなやつちゃうわ、お前。どう戦うんだな、お前。これは双子の狼の挑戦。俺たちピンチでやりやん。
B級感が強いわ、お前。面白いか、お前。ギャグだな。見た目の話でギャグっぽいな、これ。なんかちょっと、まあ、それはそれでって、まあ、面白く感じ始めてきた、俺、これは見た。なんかこれ、今度は何？ヒトイット仮面、母を殺害する3000人、聞いたことある。なんか昔アニメでやってたやつみたいな感じ。それはいいけどさ、何一つヒントがないような気がするわ、なんだろう。あ、金庫出てきた。開けるんやな。あ、そう。開けるんや。ま、当然鍵はかかってますよね。あ、ちょっと待って。なんかポスターのタイトルに数字入ってるやつがあったよなって。変なマークだね。これは一体何だろう。今俺が言った通りじゃないかな。多分まずマーク見といた方がいいな。マーク覚えといた方がいいな。狼、リンゴ、バラ、仮面か。狼、リンゴ、バラ、仮面。狼が双子やけん2やな。で、リンゴか。リンゴは、リン、これか白雪姫？これリンゴっぽいけど、リンゴかこれ。こっちか赤ずきん。あ、リンゴの数か？リンゴってことは。ここに書いてあるんは、1、2、3、4、5、6。6か？そういうパターンか？で、バラやっけん。バラあるな。バラはバラでも赤いやつだけかこれ。1、2、3、4、5と。じゃあ5になるんかな。多分青は入れるんだろう。多分な。あと仮面、仮面多いな。あと仮面こっちにもあるよな。あれ？仮面こっちとこっち合計なんかな。ちょっと微妙、うん、なんか、そう言われてみたらさ、合計っぽいな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ん？3、4、5、6、7、8、9、10個もあるよ。え？仮面数多いな。え？こっち1個だけか？どうなんだろう。人1個仮面やけん。微妙やな。リンゴ6、バラが5だったな。ちょっと手当たり次第にやってみたろうか。つまり、2561で OK。 ブーブー違った。この笑顔の仮面だけか。この笑顔の、顔をした仮面だけなのかな。ちょっと見てみよう。ここに一つおるけどさ、他にもこっちに笑顔の仮面。微妙なんだな。顔微妙なんか多いな。判定微妙なん多いわ。なんか微妙に表情が違うやつが多いけど、判定微妙やわ、お前。どんな笑顔だったかちょっと見ておきたいんやけど、これ、こんな感じの顔か。わかりにくいわ。わかりにくいわ。サバはわかりにくいわ。こいつと、こいつと、こいつと、こいつか ?4 つかに、これに5つかわかりにくいな、だとしたら。もうえ。もう手当たりしたいでさ、2、5、あ、リンゴが6か。6、5、5。違った。あまりにもわからなすぎたんで、もうヒントを見ていたらさ、最後に普通に答え出てました。2456でした。
え、4なんって思ってね、確認してみたらですね、このこっちに絵に描かれていたリンゴっていうのはね、赤にちょっと青みがかったやつのリンゴだけのことを数言うわけでね、俺6って言ったけどさ、よう見たら真っ赤なリンゴがそのうち2個あったけんさ、この2個除外しなあかんらしいわ。細かいわ細かいわ。で、このなんだろう、ここに映っとるうちにさ、こっちの金庫の絵のやつと一緒なんか多分5つだったんだろう、わからん。そんなこと言われてもわからんもんはわからんのじゃ。2456、ちょっとね、捉え方の違いってやつですね。捉え方の違いってやつですね。あとすごいタイミングよくディスコードの通知が来ましたよ、ピコって。よし、開いた。なるほど、パスワードはポスターに書かれたイラストの数だったのか。いや、分かったんやけどさ、それは分かったんやけどさ、ちょっと細かすぎたもん。この顔に至ってはさ、似たようなやつがあってさ、どれがどれなんかちょっと分からんかったもん。早速中を見てみようぜ。なこれ、あー、ピエロ出てきた。何か組織が入ってます。これは舞台の台本ですね。台本？悲しい二人のピエロ。ほ？何それ、ピエロもう一人おるみたいな感じなん？あ、ねえ、この台本に書かれてるピエロって。あ、そうやな。ってことはあのピエロって着ぐるみだったん？これ動画に映ってたピエロになんとなく似てない？確かに。ん？台本の裏に名前が書いてあるみたい。これカラーって書いてる。え、元演芸、演劇部員か、カラーってあの自殺したカラーさん。どうやら彼女は演劇部だったようですね。繋がってきたらな、なんか演劇の道具を使ってこんな悪さするっていう、なんかちょっと繋がってきたな。そして偶然にも犯行に使われた道具も演劇部の備品でした。じゃあ犯人はやっぱりカラさんの幽霊？いや、それはないかろ。それはないけどさ、でもさ、そのカナさんの演劇部におった頃のさ、すごい仲いい女の子がさ、復讐としてあの5人を狙うっていう展開はあるしそうやな。ほんまにさ、ウサギちゃんの友達の4人の中でさ、演劇部1人ぐらいおるんじゃない？そんな気がするんやけど。おい、まだ奥に何かあるみたいだぞ。これは交換日記と書いてあるね。あの子たちに目をつけられちゃったね。どうして私は何も悪いことしてないのに。大丈夫、私に任せて。私が何とかしてみせる。ありがとう、そんなに言ってもらえて嬉しい。やっぱりあなたは大事な友達だ。ここで終わってるみたい。あ、見て、写真が挟まってる。あ、こんな感じの子だったんじゃ。ハク様、右ハク様。右ハク様でないかお前。ハク様、ハク様。これはおそらくカラさんの写真でしょうね。隣にも誰か写っているみたいですが、ペンで塗りつぶされていますね。この交換日記の相手か？どうだろう。この写真だとカラさんすごく楽しそう。こんな笑顔で笑っているのにいじめで自殺したなんてかわいそう。そしてその幽霊がいじめっ子たちに復讐を開始したと。じゃあやっぱり今回の犯人はカラさんの幽霊という線で調査を進めましょう。いや、もうそれはむちゃくちゃだろお前。ドッペルゲンガーに加えて幽霊も出てきたらもう頭ごっちゃごっちゃになるぞお前。そうだね。だけど幽霊の仕業となるとこれからどうやって調査を進める？霊媒師とか呼んでこなあかんようになるからな。そんな金ある？確かにこれから一体どう調査していけば。
さて、本当にどうしたもんかね。演劇部に所属していったことが分かった。演劇部ね。やっぱちょっとみんな、あれ4人で固まってここまで来たな。ちょっと話4人でおるな。話そろそろ聞いてもいいんじゃない。あれは彼女たちだ。そうだ、カラさんについて調べるならいじめてた本人たちに話を聞くのが早くない。確かに。それでは早速話を。ちょっと待って。どうかしましたか。彼女たち少し様子がおかしいみたい。なんだなんだ。ウサギ、病院でまだ意識が戻んないってさ。そうなんだ。もしあれがカラの幽霊だとしたら、次狙われるのって。ちょっと、変なこと言うのやめてくんない？でも。あんちゃんは怖くないの？別に、怖くなんてないけど。いや、怖いものを見たような目をしてますね。そりゃ、なんか、お化け屋敷とかそういう怖さのものじゃなくてさ、リアルに怖いものを見た時の目でしてますよ。コナンの犯人みたいな目してますけど。あー、みんなマジテンション低いんだけど。ごめん。あ、そうだ、気分転換しない？原宿のお店に今度はピンクタピオカが出たんだって。ほら、去年行ったじゃん。え？あ、そっか。その時、マチは私たちとそんなに仲良くなかったもんね。そうだね。とにかくさ、みんなであそこ行かない？そっか。あそこなら人もたくさんいるし、カラさんの幽霊も襲ってこないかも。行く行く。うちも早く学校離れたいし。さすがあんちゃん、ナイスアイディア。マジはどうする？私はウサギのこともあるし、少し気が乗らないっていうか。何？私がウサギのことを心配してないって言いたいの？あれ？なんかさ、ウサギちゃんがおらんようになったらおらんようになったら、新しくジェイアニズム聞かせてくるやつが出てきたような感じになってる。別にそういうつもりじゃ。ふん。じゃあ、いっか。じゃあね、マチ。私たち、行くから。え？あ、うん。じゃあねー。この顔でさ、無口なちょっと逆に怖いから。なんかちょっと、立場が変わってきたな。立場が変わってきたっていうか、新しいリーダーが出てきてしまったって感じやな。マチさんだけを残して、行ってしまいましたね。はあ、うわー、びっくりした。そんなに驚かなくてもいいじゃないですか。ごめんね、突然話しかけて。君たちはオカルト部？何、どうしたの？私に何か用？少し聞きたいことがあるんだけど。私に聞きたいこと？今何色のパンツ履いてるかとか聞くんじゃないでしょうね。答えないわよ。いや、そういうの聞きたいわけじゃないから。あのですね、僕たち自殺したカラさんについて詳しく聞きたいんです。カラちゃんについて？はい。担当職人を言いますと、あなたたちがカラさんをいじめていたのは本当ですか？ほんまに担当職人。ちょっとシロ君、あまりにもストレートすぎるってば。別にいいよ。その通りだよ。そうなのか。私たちのせいでカラさんは学校に来れなくなったんだと思う。カラちゃんが私たちのことを許すはずがない。そんなにひどいことをしたんですか？こら、シロ、言い過ぎだぞ。それは例えば、せっかく頑張って進めたゲームのセーブデータを消したりとか。それはダメだ。
それはやっちゃダメだ。いや、シロ、お前がファミコン好きなのはよくわかるけどさ。そうだね。そうですか。じゃあ、それが最後の質問です。どうしてカナさんをいじめたんですか？それは。なんかこれ、あれやな、この感じからしたらさ、ウサギちゃんの指示的なそんな感じのところがありそうな気がするな。私は、ごめん、私、もう行くで。それじゃあ。よくあるパターンやな。よくあるパターンっていうか、いじめに加わらないと私がいじめられるからっていう典型的な、よくあるパターンやな。かもしれんな。言っちゃいましたね。最後の質問だけ答えてくれませんでしたね。そうだね。それにしても、それにしても、まちちゃん、いつもは元気なのに何か少し雰囲気が違ったな。まあ状況が状況だし、しょうがないよ。とにかく彼女たちがカラさんをいじめていたのは本当みたいですね。一応他のメンバーの子たちにも話を聞いておきましょう。何か手がかりが使えるかもしれません。うん、彼女たちどこに行くって言ってたっけ？なんかタピオカ飲みに行くみたいな感じのこと言おったな。ってことはマチだろ。あ、なんでお前、なんでアリスさん一人だけおらん？他の子は？あー、なんかちょっと思ったとできてるような感じになってる。さっきこっち行くわ。距離感あるわ。よかった。びっくりした。まっちゃんがさ、ナーバスになったところでさ、大丈夫こうって話しかけて、意外と意気投合して仲良くなって、付き合い始めるみたいな展開になりそうだったけどさ、今のを見たらそんなことなかったわ。よう、タピオカ。あれは？ほう、あの二人どこにいたんだろう。はぐれたんじゃ。アリスさん、発見ですね。一人みたいだな。話聞きやすそうやな。あれ？確か三人で学校出たはずじゃなかったっけ？他の子たちはどこに行ったのかな？とにかく話を聞いてみましょう。すみません。なに？ナンパラならおくところはおかねてててててさっさと帰れっつーの。で、あなたたちは？どうもどうも、オカルト部でーす。アリスさん、こんなところで一人で何してるんですか？一緒にいた奴らはどうしたんだ？それは、うちが聞きたいくらいだよ。さっきまでみんなでこの店に並んでたんだけど、気づいたらどっか行っちゃってて、電話も出ないし、一体どこに行ったんだよ。電話も出ないしって、これつけたまま電話するの？やりにくくない？あのね、私たちアリスさんに少し聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？うん、カラさんについてなんだけど。どうした？なんかやばいことやってる。は、なんでうちに聞くわけ？うちは関係ないし。いや、絶対関係あるよ。関係なかったらそんなドゥーンって効果音出さないよ、ゲーム側が。関係ない？お前らがカラさんをいじめて自殺に追い込んだんじゃないのか？ちょっと、うちのせいで死んだみたいに言うのはやめてよ。うちはみんなに比べたらそんなにひどいことしてないし。ああ、よくあるパターンだ。あとあと先生から問い詰められたらさ、あまり別にそこまでやってないしみたいな感じで言うタイプの感じのやつ、うん、僕はもういじめたからな。てか最初にいじめたのはあんとウサギだし、うちは二人に従っていただけで。そうなんですか。そうよ、あの二人には絶対に逆らえないの。ツートップなんじゃ。なんかどっちかって言ったら。逆らえない？うん、あの二人がグループのリーダーだし、もし二人に歯向かったりしたら今度はうちに標的になるし、だからうちは仕方なくというか。ああ、これもちょっといじめグループのよくあるパターンっていうかやな。
まあいつまでもあいつらにヘコヘコするのはうんざりだけど。え？いや、なんでもない。とにかくいじめを始めたのはウサギとアンの二人なの。なのにあの動画ではお前たちへの復讐だとか言われてさ、こんなのとばっちりだし超迷惑なんだけど。あのアリスさん。なにふうふうふう、どうしたシロ、なんかドラえもんのモノマネし始めたけど。なんだよ、ジェイゼロを見つめて気持ち悪い。背後には気をつけてくださいね。え、何をいきなり。あなたの背中に悪いオーラを感じます。今夜彼女の幽霊が襲ってくるかもしれませんよ。な何言ってんのよあんた。でもこの壺を買えば今日の運勢は良くなるでしょう。5万円で売りますよ。シロ、詐欺はダメだぞ。バカなことを言わないで。本当ですよ、アートの背中に幽霊が。あ、振り向かないでください。え、今幽霊がラドの顔を覗いてます。う、いやあらら、シロどうした。シロいきなり脅し始めてすごいスピードで逃げていきましたね。シロ君って本当に幽霊が見えるの？もちろんですよ、オカルト部の部長として当然じゃないですか。どこが当然だお前。てか本当に見えるんか。嘘ついてるわ。よう見たら嘘ついてるなお前。おい触ってるぞお前耳。おい、本当に？ああの仕草、シロ嘘ついてるこんなとこで伏線回収戦でもいいような気がするんやけどな。シロ、冗談はそのくらいにしておきよ。いつもの癖でバレバレだぞ。え、冗談なの？いやー、ちょっとした遊び心で。彼女をからかったらどういう反応するのか気になって。おい、シロ、お前結構 S やな。シロ、思ったことを何でも行動に起こす癖はなんとかしろよ。調査に支障をきたすだろう。確かに、そのせいであんま話聞けんかった感があるぞ。すみません、次からは我慢します。ま、でも一応新しい手がかりは聞けたからよかったけど。アイスさんの話だとアンさんとウサギさんが一命の主犯だったみたいだね。そうだね、じゃあアンちゃんにも話を聞いてみるか。でもアリスさんを置いてどこかに行ってしまったみたいですが、まだ近くにいるでしょうか。あ、普通にタピオカの店あるわ。ここだな。